藤田嗣久寺、藤田嗣久寺、藤田津久春、1886年11月27日から1968年1月29日は、日本生まれのフランスの画家、彫刻家。第一次世界大戦前より、フランスのパリで活動、猫と女を得意な画大都市、日本画の技法を野菜画に取り入れつつ、独自の乳白色の肌と呼ばれたラフ像などは、 西洋画壇の絶賛を浴びた、エコールド・パリの代表的な画家である、フランスに帰化後の洗礼名は、レオナール・フジタ。1886年、明治19年、東京市牛込区、現在の東京都新宿区新小川町の医者の家に四人兄弟の末っ子として生まれた。父、藤田つぐあきら、1854から1941年は、大学登校。 東京大学医学部の前身で医学を学んだ後、軍医として台湾や朝鮮などの外地衛生行政に携わり、森大外の後任として最高位の陸軍軍医、総監、中将総統にまで昇進した人物。兄の継ぐは、法政学者、上智大学教授で、陸軍大将、小玉玄太郎の四女と結婚。また、義兄に、陸軍軍医総監となった中村緑や、 中原中也の名付け親、当時父が中村の部下であったがいる。幼い薫は、嗣ぐのいとこ、舞踊評論家の足、原英領と建築家の足、原義信は老いにあたる。藤田は、子供の頃から絵を描き始める。父の転勤に伴い7歳から11歳まで、熊本市で過ごした。小学校は、熊本県市販学校付属小学校。 現在の熊本大教育学部附属省に通った。1900年、高等市範附属小学校、現、筑波大附属省を、1905年に高等市範附属中学校、現、筑波大附属中学、高校を卒業。その頃には、学科として、フランスへ留学したいと希望するようにな。1905年、明治38年、森鴎外の勧めもあって、 東京美術学校、現在の東京芸術大学美術学部西洋画家に入学する。しかし当時の日本画団は、フランス留学から帰国した黒田清照らのグループにより急な改革の真っ最中で、いわゆる印象派や光に溢れた写実主義がもてはやされており、藤田の作風は不評で成績は中の下であった。表面的な技法ばかりの授業に失望した藤田は、 それ以外の部分で、精力的に活動し、感激や旅行、同級生らと授業を抜け出しては、吉原に通い詰めるなどしていた。1910年に同校を卒業。卒業に際して制作した、自画像、東京芸術大学小像は、黒田が意味嫌った黒を多用しており、挑発的な表情が描かれている。なお精力的に展覧会などに出品したが、 当時、黒田清照らの勢力が支配的であった文典などではすべて落選している。1911年、明治44年、長野県の木曽へ旅行し、木曽の馬市や木曽山の作品を描き、また、矢部原の極楽寺の天井画を描いた、現存。この頃女学校の美術教師であった、時田富子と出会って、2年後の1912年に、結婚。 新宿百人町にアトリエを構えるが、フランス行きを決意した藤田が妻を残し単身パリへ、向かい、最初の結婚は一年余りで破綻する。1913年、大正2年に突出しパリのモンパルナスに今日構えた。当時のモンパルナス界隈は、町外れの新高地に過ぎず、家賃の安さで、芸術家、特に画家が多く住んでおり、藤田は隣の部屋に住んでいて、後に、 親友と呼んだアメデオ・モディリアーニア、シャイム・スーティンラと知り合う。また彼らを通じて、後のエコールド・パリのジュール・パスキン、パブロ・ピカソ、オシップ・ザッキン、モイズ・キスリングラと交友を結び出す。フランスでは、ツグジと呼ばれた、ツグジの読みを、フランス人にも発音しやすいように変えたもの。また、同じようにパリに来ていた、川島リー一郎や、島崎藤村、薩摩二郎八、 金子光春ら日本人とも出会っている。このうち、フランス社交界で、東洋の貴公子ともて生やされた、大富豪の薩摩二郎八との交流は、藤田の経済的支えともなった。パリではすでにキュビズムや、シュールレアリズム、素朴派など、新しい20世紀の絵画が登場しており、日本で、黒田清て流の印象派の絵こそが洋画だと、教えられてきた藤田は、 大きな衝撃を受ける。この絵画の自由さ、奔放さに見せられる今までの作風を全て放棄することを決意した。家に帰って、まず、黒田清照先生ご指定の絵の具箱を叩きつけました、と、藤田は自身の著書で語っている。1914年、パリでの生活を始めて、わずか1年後に第一次世界大戦が始まり、日本からの送金が途絶え生活は、 緊急した。戦時下のパリでは絵が売れず、食事にも困り、寒さのあまりに描いた絵を燃やして、暖を取ったこともあった。そんな生活が2年ほど続き、大戦が終局に向かい出した1917年3月にカフェで出会ったフランス人モデルのフェルナンド・バレー、フナンド・ボーリーと二度目の結婚をした。この頃に初めて藤田の絵が売れた。最初の収入は、 わずか7フランであったが、その後少しずつ絵は、売れ始め、3ヶ月後には、初めての個展を開くまでになった。シェロン・ガローで開催されたこの最初の個展では、著名な美術評論家であったアンドレ・サルモンが序文を書きよい評価を受けた。すぐに、絵も高値で売れるようになった。翌1918年に終戦を迎えたことで、 戦後の後継気に合わせて多くのパトロンがパリに集まってきており、この状況が藤田に追い風となった。演奏筆による線病を活かした独自の技法による独特の透き通るような画風はこの頃確実。以後、サロンに出すたびに黒山の人だかりができた。サロンド・オトンヌの審査員にも推挙され、急速に藤田の名声は高まった。 当時のモンパルナスにおいて、経済的な面でも成功を収めた数少ない画家であり、画家仲間では珍しかった、熱い湯の出るバスタブを据え付けた。多くのモデルがこの部屋にやってきては、ささやかな贅沢を楽しんだが、その中には、マンデーの愛人であった、キキも含まれている。彼女は、フジトのために、ヌードとなったが、その中でも、寝室のラフキキ。 ニュークーシェイ・エルエイトワールでジアウィーと題される作品は1922年のサロンド・オトンヌでセンセーションを巻き起こし8000フラン以上で買い取られた。この頃、藤田はフランス語の綴り、藤田から夫婦、フランス語でお調子者の意と呼ばれ、フランスでは知らぬ者はいないほどの人気を得ていた。1925年にはフランスからレジオン・ドヌール勲章、ベルギーから レオポルド勲章を贈られた。二人目の妻、フェルナンドとは急激な環境の変化に伴う不倫、関係の末に離婚し、藤田自身が、おゆきと名付けた、フランス人女性、ルシー・バズと結婚。ルシーは、教養のある美しい女性だったが、周壁が悪く、夫公認で詩人のロベールデス・ノスと愛人関係にあり、その後離婚する。年には、 新しい愛人マドレーンを連れて、古典開催のため南北アメリカへに向かった。ヨーロッパと文化、歴史的に地続きで、藤田の名声も高かった南アメリカで初めて開かれた古典は大きな山で迎えられ、アルゼンチンのブエノスアイレスでは6万人が古典に行き、1万人がサインのために列に並んだと言われる。その後1933年に南アメリカから日本に 帰国、1935年に25歳年下の、君よ、1911年から2009年と出会い、一目惚れし、翌年五度目の結婚、終生連れ添った。1938年からは1年間、小磯良平らと共に従軍画家として、日中戦争中の中華民国に渡り、1939年に日本に帰国した。 その後再びパリへ戻ったが、同年9月には第二次世界大戦が勃発し、翌年ドイツにパリが占領される直前にパリを離れ、再度日本に帰国することを余儀なくされた。その後太平洋戦争に突入した日本において陸軍美術協会理事長に就任することとなり、戦争が下参照の政策を手掛け、南方などの戦地を訪問しつつ、工事校、 春葉過半の戦闘や、あっし玉砕などの作品を書いた。このような振る舞いは、終戦後の連合国軍の占領下において、戦争協力者と批判されることもあった。また、陸軍美術協会理事長という立場であったことから、一時は GHQ からも聴取を受けるべく、身を追われることとなり、千葉県内の味噌醸造業者のもとにかくまわれていた、こともあった。 こうした日本国内の情勢に嫌気がさした藤田は、1949年に日本を去ることとなる。昇進の藤田がフランスに戻った時には、すでに多くの親友の画家たちがこの世を去るか、亡命しており、フランスのマスコミからも亡霊呼ばわりされるというありさまだったが、その後もいくつもの作品を残している。そのような中で再会を果たしたピカソとの交友は、晩年まで続いた。 1955年にフランス国籍を取得、その後日本国籍を抹消。1957年フランス政府からレジオンドヌール勲章シュバリエ賞を贈られた。1959年にはランスのノートルダム大聖堂でカトリックの洗礼を受け、シャンパン、マムの車種のルネ・ラルート、テタンジェのフランスはテタンジェからレオナールと名付けてもら、レオナール・フジタとなった。 またその後、ランスにあるマムの敷地内に建てられた、藤田礼拝堂の設計と内装のデザインを行った。1968年1月29日に、スイスのチューリヒにおいて、ガンのため死亡した。遺体は、藤田礼拝堂に埋葬された。日本政府から君一等随法書を没後、追贈された。藤田の最後を見取った君夫人は、自身が没するまで、 藤田急造作品を守り続けた。パリ郊外の二旧宅をメゾンアトリエ藤田として、開館に向け尽力。晩年には、個人が集、展覧会図録等の監修も行った。2007年に、東京国立近代美術館アートライブラリーに、藤田の急造書約900点を寄贈し、その蔵書目録が公開された。藤田の死去から四十年余りを経た二千九年四月二日に、 東京にて98歳で没した。遺言により遺骨は夫つぐじと共に、ランスの藤田礼拝堂に埋葬された。君代夫人が所有した藤田作品の大半はポーラ美術館とランス美術館に収蔵されている。2011年、君代夫人が所蔵していた藤田の日記、1930年から1940年、1948年から1968年。 までで、戦時中のものは未発見及び、写真、16ミリメートルフィルムなど6000点に及ぶ、資料が母校の東京芸術大に寄贈されることが発表され、今後の研究に注目が集まっている。藤田は、名前の表記揺れが多い画家である。まず、つぐの名前であるが、一般に、つ春と読まれるが前日のように、つぐと読む場合もある。これについては、 もともと次男だったこともあり、つぐじと呼んでいたが、父から画家として名を成したら、つぐはると嫁めと言われ、パリで成功した後藤田は、つぐはると名乗るように言ったという逸話が知られる。しかし、10代の頃から親友への手紙に、つぐはると記した例や、藤田の戦後のアメリカ・フランス域を支援した GHQ の印刷、出版担当官、フランク・エドワード・ヤーマン宛ての手紙に、 つづじと署名するなど、例外もあり、藤田がどういう意図を持って使い分けていたかは判然としない。作品のサインも、藤田と藤田の二通りある。フランス語としては、前者が正しく、パリ時代のものは同様に署名しているが、日本滞在中などでは、後者の例が多い。フランス期間後の表記も、レオナール・藤田とレオナルド・藤田の揺れがある。今日、 前者で呼ばれる方が一般的であるが、これは君よ夫人の意向が大きく働いている。しかし、藤田自身はそもそもレオナルド・ダヴィンチへの尊敬から校舎で呼ばれることを好み、手紙類の日本語署名はすべてレオナルド・藤田である。日中戦争勃発後に日本に戻っていた藤田には陸軍報道部から戦争記録が戦争画を描くように要請があった。 国民を鼓舞するために大きなキャンバスに写実的な絵をと求められて描き上げた絵は100号200号の大作で戦場の残酷さ、生産、混乱を細部まで濃密に描き出しており一般に求められた戦争画の枠には当てはまらないものだった同時に自身はクリスチャンの思想を戦争画に取り入れ表現している1945年8月の終戦で 戦争画を描くことはなくなったが、終戦後の連合国軍の占領下で、日本美術界の初期長で、同時期に日本共産党に入党した内田和夫などにより、半ばスケープコートに近い形で、戦争協力者と非難された藤田は、連合国軍占領下の1949年に、突仏の許可が得られると、絵描きは絵だけ描いてください。仲間喧嘩をしないでください。 日本画壇は早く国際水準に到達してください、との言葉を残し、フランスへ移住、障害日本には戻らなかった。と仏後、藤田は、私が日本を捨てたのではない。日本に捨てられたのだとよく語った。その後も、国のために戦う一兵卒と同じ心境で描いたのになぜ非難されなければならないかと手記の中でも嘆いている。とりわけ藤田は、 陸軍関連者の多い家柄にあるため、軍関係者には、地域学、また戦後日本を占領する連合国軍において美術担当に当たったアメリカ人担当者とも友人であったがゆえに、戦後に戦争協力者のリストを作るときの窓口となる等の点などでやりがまに挙げれる要素があった。パリでの成功後も戦後も、存命中には日本社会から認められることは、 ついになかった。また、君よ夫人も没後、日本近代洋画シリーズや近代日本画家作品集などの他の画家たちと並ぶ形での画集集力は断ってきた。死後に、日本でも藤田の評価がされるようになり、展覧会なども開かれるようになった。藤田は絵の特徴であった乳白色の肌の秘密については一切語らなかった。近年、 絵画が修復された際にその実態が明らかにされた。藤田は硫酸バリウムを下地に用い、その上に炭酸カルシウムと塩白を1、3の割合で混ぜた絵の具を塗っていた。炭酸カルシウムは油と混ざるとほんのわずかに黄色を帯びる。さらに絵画の下地表層からはタルクが検出されており、その正体は和光堂の疾カロールだったことが2011年に、 発表された。パルクの働きによって、半光沢の滑らかなマティエールが得られ、面相筆で輪郭線を描く際に、墨の定着や、う筆のしやすさが向上し、二カでの白置きも可能になる。この事実は、藤田が唯一制作時の撮影を許した、ドモン県による1942年の写真から判明した。以上の二つが、 藤田の絵の秘密であったと考えられている。ただし、藤田が画面表面にタルクを用いているのは、弟子の岡鹿之かのが以前から報告している。反面、藤田の技法は脆弱で経年劣化しやすい。水に反応し、絵肌は割れやすく、広い範囲に及ぶ網目状の亀裂の発生がたびたび観察される。また、多くの藤田作品には、血塗り表面に、 特徴的な気泡の穴が多数散見され、岩作にはこの気泡はないという、これは油絵の具に混ぜた炭酸カルシウムと油が反応して、発生したガスの穴だと考えれる。藤田の作品は、日本国内では、東京のブリジストン美術館、東京国立近代美術館、国立西洋美術館、箱根のポーラ美術館、秋田市の平野正吉美術館で見ることができる。 関連図書にある、世界の藤田に、世界一巨大な絵の絵とは、平野正吉美術館所蔵の壁が、秋田の行事、高さ3.65メートル、幅20.5メートルのことである。現在は、秋田県立美術館に展示されており、藤田が設計に携わった、平野正吉美術館での展示から、秋田県立美術館での展示になったことへの批判も存在する。 晩年に手がけた最後の大作は、死の直前に描き上げた、ランスの教会における、装飾画である。藤田は、総画本作家としても、独自の地位を得ている。ピエール・ロティ、ラビンド・ラナート・タゴール、ギオム・アポリネール、ポール・クローデル、ピエール・ルイス、ジャン・ジロドゥ、キクヤ・マタ、ジャン・コクトー等、大作家の著作に、木版や同版の版画を寄せ、出版社も多数に上る。 創画本は、エット文に共通するテーマを設定し、それぞれの立場から表現することを目指す共作であり、共作で、創画は単なる挿絵ではない。藤田は、創画本の、こうした特性を、よく理解し、文を理解しつつもこれに負けない、独自の表現を追求している。中でも、フォーブール、サントノレ通りの歴史風俗を描いたドビル・フォスの、見られたか1951年は、 石版による傑作である。また藤田は多くのエッセイを書き残し没後出版されている。藤田の芸術に対する考え方、人生に対する取り組み方が興味深い。死の直前までノートに書かれたモノローグの一つに、道連れもなき一人旅我が思いを残る妻に残して、1966年9月28日がある。藤田は、 当時の男性としては珍しく、裁縫や木工など身の回りの様々なものを手作りしていた。藤田本人は、デパートなどで売っているのは全て商品に過ぎないという主張で、芸術家はよろしく芸術品を身にまとうべしと言い,い、自身をアーティストではなく、アルチザンであると語っていた。制作したものは、自分が着用する服や帽子、自分の絵に使う額縁、 造眼在庫を施した机や小箱など多岐にわたる。造眼在庫の机は、目黒区美術館が所蔵するものの他に、同一デザインのものが5点ほど存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。